ポジュギースウォータードッグとは、ポルトガル県産の療養犬である。別名はポーティー。ポーチュギーズウォータードッグ。原産国ポルトガルでは、カオデアグアと呼ばれる。5から8世紀頃に、原産地にもたらされた、ウォータードッグタイプの犬が、地元の犬などと交配されてできた犬種である。海岸の地域で多く飼育されていて、漁師のサポート役として活躍していた。船から船へ泳いで、 メッセージを伝える、伝令犬として使われたり、霧や悪天候の際には吠えて、船同士の衝突を防いだり、網の設置を手伝ったり、魚の群れを発見して知らせたり、海に潜って魚を網へ追い込むなど、様々な役割を果たしていた。しかし、作業の近代化により、仕事がなくなり、一時は絶滅の心配もされたが、扱いやすい気象と変わった外見から、 消毒やペットとして使われるようになり、絶滅の危機を脱した。1960年代後半にアメリカで繁殖した。日本でも珍しいながら密かな人気があり、ブリーディングも行われている。2009年度の国内登録党数順位は136位中108位、73頭であった。ウェーブが勝った、シャギーコートは、漁師の手伝いをしていた頃の名残で、 ライオンクリップが施される。首から胸、前足にかけて長い毛を残して整え、カットが施されるのは、冷たい海水から心臓や関節を守るためで、下半身のコートをすべて買ってしまうのは、泳ぐ際に邪魔ならないようにするためである。また、お、先に毛の房を残しておくのは、その部分が冷えやすいので保護するという役割がある。毛は伸びやすいが、抜け毛が少ない。 大きめのタレ耳、巻き気味のタレ尾で、足は長い。毛色は、チョコ、ジェットブラック、グリズル、ブラックホワイトなど。体高43から57センチメートル、体重16から25キログラムの中型犬で、性格は有効的で忠実。仕事熱心だが、やや警戒心が強い。ファーストドッグ。 某詳細は某参照バマベイ大統領一家がホワイトハウスで飼う犬ファーストドッグの某はオスのポジュギースウォータードッグである。某は2009年4月にエドワード・ケネディ上院議員からしつけを受けた後にオバマ大統領の二人の娘に贈られた。某の名はミュージシャンのボーディドリーにちなむ。ありがとうございます。